試合が始まりました。白いつな2とか3じゃない？あ、俺は3だけ、2とかだね。2すかね。チロールズ2で、レフトが竹下さん、ライトが、平山さん、レフトバックがアヤポンさん、ライトバックが、ゆきさんです。ちなみにチロールズさんは予選落ちしました。ちゃんちゃん2年連続やけんね。マジっすか。そうや、去年も落ちた。あの、チュミさんらに、試合では2点差で勝ったけど、得失点で1点差で負けるっていう。つらっ。いるからな、会社出すよ、ずっと。これで2大会連続予選落ちしてるけど。つらい。まあ、課金族やもんね、課金族。課金したくないんすよ。3カップ課金して、いやー、これ九州勝たないからね。うまくいかないですよね、ビーチバーで。頑張らない。九州が来週、再来週か。再来週ですか。9月の2週目やった気がする。うん。あら竹下さんがやばい。これもしかしたらもしかするぞ。ここに負けたら予選落ちっすから。俺ら関係ねえもん。ああ、この人竹下さんだ。はい。負けたって何でもない。あ、でも意識。別のチームが。負けんって。竹下さんうまいもんだって。いや、ちゃんと褒めとき。ちゃんとごま吸っとき竹下さんに。ビデオだけでも。竹下さんはここからの巻き返しがすごいから大丈夫だと思います。チームできてブロックも顔もいけますし、帽子の選手も厚みやね。ベトナムのおじさんからもらったそうですね。え、おじいちゃんのベトナム土産じゃなかった？多分おじいちゃんベトナムだったっけ。ベトナムって言ってましたよ。やばい。しょうがないぞ。いやでもまだ調子が悪いだけで、こっから竹下さんの本気っていうのが見えそうですね。今回お酒飲んでないからやっぱり竹下さんのスパイクに注目ですね。こんな感じのとこやっていこう。徐々に調子を戻してきています。大丈夫だ。
調子が悪いです。ハイタッチそれで行こうよ。レジスの方がですね、7試合目、ヤカラビアーズとチーム西アナドル、審判の方をレジスへお願いします。竹下さん調子悪いです。ダイレクト外しました。でも後半戦がやっぱり重要になってくるので後半に期待です。おー、平山さんが活躍しています。アシさんです。ナイスファイト。かなり体だった。ダマダマおい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 うまいです。さすが竹下さんです。ああいうプレーがこれから重要になってくると思うので自分も努力したいと思います。打球した。サービスが出ました。とここでブレイクです。すごいいい試合になっております。平山さんが吹かしました。先に10点になりました。相手がで竹下さんが帽子を脱いで本気モードに入りました。それは竹下さんが苦戦中です。熱いです。12対9です。竹下さんチームが負けています。
あと2点差がついております。うまいです。さあもうミスは許されません。追いつきました。さあここからが勝負です。ブレイクです。逆転しました。さあもう安定の前衛2人です。あ、やばい。何分ある？何分ある？何分取りよ？分からん。だいぶ取りよ。あ、12分。ほら、10分過ぎとるやん。あいつ絶対知らないっすよ。10分経ってるやん。弱いチームのやつっすよ。ビデオ12分ってことはさ、2分もさ、うん、なんかコートのやつかかってなくない？そうよ。だってもう20点入っちゃった。ごめんなさい。もう10分経ってます。本当はチェンコなんですが、審判がクソなのでチェンコしてないです。もう12分経ってます。試合が終わりません。13対18でチロルズ2の勝利です。おめでとうございます。実況はマサでした。バイバーイ。